国道274号国道274号は北海道札幌市から川上郡渋茶町に至る一般国道である。北海道内で最も長い国道である。白ぬか町から釧路市までの一部に未開通区間がある。石狩地方、空地地方、胆振地方と十勝地方、釧路地方を連絡しており、国道38号と共に北海道の東西を結ぶ 大動脈である。また、札幌市内では、市街地の北側を迂回するバイパス、札幌新道の一部を構成しており、当該区間の1日の交通量は3番台に達する。赤章寺海ロード、清水町南1条11丁目交差点から北東方向を望むトンネル道の駅路線を通して、平野と山岳地を交互にアップダウンの中を東西に抜けていく道路である。 札幌のある石狩平野から夕張山地、日高山脈の日照峠を越えて、十勝平野に出る。日高町から日照峠までの猿川沿いに少しずつ標高を上げていく赤昇寺海ロード区間は、江戸松や戸戸松の原生林の中抜けていくワインディングロードである。日照峠付近から十勝平野へは、視界が明け、展望台からは眼下に、 トカチ平野の大平原を展望できる。トカチ平野から北部の丘陵を東に向かって普通区間がある知らぬか丘陵で標高466メートルの釧路勝峠を越えてしべちゃまで原野の中を抜ける。石狩振興局空地総合振興局石狩振興局交差する主要道路は那須空地総合振興局胆振総合振興局上川総合振興局 日高振興局十勝ち総合振興局釧路総合振興局ありがとうございます。